次の質問を読んん。ででいいですかうんえー「お葬式について、うん、先日遠い遠い知り合いのお葬式に参列いたしましたわ<お>その方はクリスチャンで、うん、教会でお見送りを行いました、うん、初めて教会のお葬式を経験したのですが、うん、大変素晴らしかったです、うん、深い内容は長いので割愛しますが、うん、優しい神父様のお言葉しかもダンディーでかっこいいおおいや 見送る時に皆で賛美歌のような歌を歌い、うん、その日は天気もよくステンドグラスに光がキラキラ照らされて、うん、まるで映画のワンシーンのようにしばらくぼーっとしてしまいました、うん、間違いなく天国に行けると感じましたし、うん、人が亡くなって悲しいというより良かったね神様が迎えに来てくれたねという感じを受けました、うん、それに比べて日本のお葬式は地味でございますね 薄暗い本堂ではげたおっさんが低い声で意味不明な言葉を唱え「さあ泣けさあ悲しめ」みたいな感じを受けます僕はお経を聞いていると天国どころか地獄に引きずり込まれるような感じがいたしますそこで質問です世の中にはさまざまな宗教がありお葬式の形も違いますがそれでもちゃんと成仏できるのでしょうか最近できた新興宗教の信者さんなどは亡くなるとそこでお葬式を行うと思うのですが成仏はちゃんとしているのでしょうか それとも単純に亡くなった人を思う方々が成仏してくださいとお祈りすれば成仏できるのでしょうかまた送る宗教や儀式により行く場所は変わるのでしょうかという質問ですね死んだ時のことを覚えてないからね。ああ <laughs> そうですね、<laughs> 先生すごいシビアな顔してますね。<laughs> ねえだってそうじゃない？知らねえそんなことみたいな顔してました今。え、<laughs> だってさ、だってさ、うん、自分、ね、前世は繰り返してて、私前世の記憶はうっすらあるんだけど、うん、死んだ瞬間から生まれる時までの記憶がないもん。うん、ただあの先生の今までの話を僕は聞いてて思うのは、うん、あのー、誰々さんはた誰かに先生がそのアドバイスを いう時にですね、うん。誰誰さんは何々系だから何々系がいいんじゃないかみたいな言い方をされますよね先生。何のこと？うん。だから例えば新言密教系だから彼は新言密教系のお祈りが一番合うんじゃないかとかそういうような言い方をされるじゃないですか。ちょっとあの例えば前世でキリスト教に縁があったからキリスト教系のお祈りでもいいよみたいなそんな言い方をされたりするじゃないですか。だからやっぱりその人が所属していて。 その人がしっくりくる宗教とか儀式が一番上がりやすいみたいなところってあるの？あるんじゃないかな。で、例えばキリスト教の人がお亡くなりになると、うん、キリスト教の信者ばかりがいるその礼礼の場所みたいなのがあるのですかね。どうなんだろうね。ただあのほらやっぱりあの世にはソウルグループってこういくつかこうやってグループになってるわけですよね霊体が。そうかなと思う。うん、で、ほら,だら先生がよくおっしゃるのが。 同じじところに帰るるみたいいいなな言い方をされるじゃないですかうん、うん、でそうするとやっぱり何々系で完全に分かれてはいないけどちょっと傾向みたいなのはあるっていうのはありそうじゃないですかあるんじゃないかなあくまでも傾向でどのぐらいの濃さかは全くわからない,いけどでも、うん、なんとなく万人みたいな人がいてさ、うんうん なんか手続き踏まなきゃいけないんじゃないかって気がするんだよね一定の時期が来たらうん。だから、うん、その手続きを踏むまでの間の待ってる期間っていうのは傾向があるんじゃない、うんうんうん、ああ、なるほどなるほどじゃあその手続きのところから以降はもう全然関係なかったりするんですかねするのかもしれないしあるのかもしれないけども、うんうん、なんかよくわかんないけど、ね、モニフクス期間っていうのはさ、うんうん 生きてるる人のためにあるんんだだと思うんだけどさやっぱりなんかそういう時期ってこっちに来たりもしてるような気がするの亡くなった人がねだからその時は待機期間なんだと思うんだよね完全にに向こうう行っっちゃってなないようなでも完全に上に上が,る上がる順番が来るっていうかさ順番が来て上がるのか審査に通るのか分かんないけど。 例えばさちょっとお前まだ上がる状態じゃないからもう一回生まれ変わってこいよってそこで返されるのかもしれないし仕組みはよくわからないけどもなんかねあの成仏してはいるのにこっちに出てくる人たちがいるっていうのが。 そうですよねちょっとなんか納得いかないところがあるから、うん、多分完全に上に上がっちゃう前に待機する場所があるんじゃないかって気がする大体成仏していると思うのに来る人っていうのは心残りがある人みたいな感じだったりするし、うん、だけど結構何年もずっとよくいたりするのは何なんですか まず自分が死んだということをちゃんと生産して理解しなきゃいけない時期が来ると思うのよね。それでさこの世に名残がいっぱいあるけどお別れしなきゃいけないやつのが多分日本でいう四十九日海外ではまた違う認識があるのかもしれないしそれにあって生きてきたから多分そういう風に思ってすり込まれて死んですぐだからさすり込まれててああもう何日経ったから行かなくちゃみたいになってるんだと思うの。 それが過ぎたあとは多分その待機の時期に入るんじゃないのかなと思うんだけど、うん、で多分その待機の期間に反省も踏まえて、うん、誰か自分と同じような苦しみを味わってる人を助けてそれから行きたいなって思ったら多分ゆ状況が許せばできるんじゃないかな。うん、だってほら なんだっけ自分の修行もあって、うん、この人を守りたいと思ってついているっていう例体に私あったことあるから多分ある程度の条件満たさないと上がれないんじゃないの